チャンネル。こんにちは。TRA タロットリーダー協会タロット犬の武蔵です。今日の武蔵の犬占いはインナーテールドカードを引いて占ってみたいと思います。カードにおてっ、おてっ。武蔵の今日の一枚はアラジンと魔法のランプのカードでした。このカードは最初のステージ、成長のステージの一枚目のカードにあたります。カードの意味は大きな可能性を見出す。キーワードはコントロール、技術、自分に対する信頼、神のメッセージ、科学的な才能などです。ライダー版タロットカードでは魔術師のカードにあたります。魔術師は成長を促す人。テーブルには棒、剣、カップ、コイン、火、風、水、地の象徴がすべて揃っています。エネルギー、思考、感情、肉体の状態が整っており、ビジョンを具現化する力が備わっています。アラジンと魔法のランプからの問いかけは、自分のやってきた仕事のツールやリソースで自分の才能を見落としていたり、強化するところはどこでしょうか。私はどのように成長し、自分の才能を進化させることができますか。意識のランプはいつ点灯し、自分の心の中では何が照らされていますか。このカードを引いた時には、自分の中に問いかけてみるのもいいかもしれません。今日の武蔵のサービスムービーです。ご覧ください。